やっぱジャパンの自己紹介動画です。この動画を最後まで見ていただければ、やっぱジャパンって何なのかっていうことが、パイ好きな日本人の初級からもう中級上級の方までですね、ぜひ僕らのことを分かっていただければ、これからお届けするやっぱジャパンのですね情報をファンになってくださると思いますので、ぜひ最後まで見てくださいね。このチャンネルは日本人でタイ語ができるタカと、タイ人で日本語ができるプンちゃん、日本の観光とかグルメのレア情報をお届けするのとともに、お互いの国のことを伝えていく、タイと日本をつなぐチャンネルになってます。ぜひ登録のほどよろしくお願いします。はい、名前は何ですか？やっぱジェペンはやっぱりとジェペンです。やっぱりジェペン、一緒につながるとやっぱジェペンになります。やっぱジャパンは日本の観光とグルメ、ファッションのレアな情報を皆さんにお届けする番組です。そしてタイと日本2人の国のこともですね、考え方の違いとか、そういったことも時にはお届けしていきます。今メンバー3人います。もちろんプン、タカさんとモキさんです。もちろんプンとタカさんは日本語とタイ語ができます、はい、でもモキさんは日本の方でタイ語はできないなんですけど、はい、でもね、20〜30回、40回、50回分かんない、タイにはめちゃくちゃ行ってます。僕より行ってます。そうですね。ということはタイを大好きで、はい、でね、いつも編集してくれ、タイ語知らないのに、でもそれ編集してくれるのすごい上手です。やっぱこれY と Y になります。 Japan、 これ J です。だからやっぱ Japan、 みんなできるんでしょ。覚えてね。もともと YouTube を始めたきっかけは、タカとモギさんがだいたい 5、6 年前かな、 I love Japan というタイ人に日本語を教える番組、多分今21万人ぐらい登録がある番組ですけど、それがまだ一桁台の登録だった時にブワーッとですね、この5、6年ですね、一生懸命やってきた。その時にオーディションで2年ぐらい前、1年半ぐらい前かな、入ってきたのがプンちゃんで、このプンちゃん、僕もぎさんで、まあ、このやっぱジャパンを立ち上げて、今始めて1年ぐらい経ってます。あー、これね、よく聞かれるんですよ。違います、はい、私は結婚もしていて子供もいますので、実は子供もタイ人と日本人のハーフです。観光について、そしてまたグルメについて、でそしてその他スケートに始まり、さまざまなことを再生リストで展開しますので、ぜひ見てくださいね。東京都心、新宿を中心に東京都内のロケだったり、さまざま都心を中心に活動してます。観光、グルメ、ファッションの日本のレア情報を皆さんにお届けしています。そして僕の国日本と、またプンちゃんの国タイのですね、文化の違いだったり考え方の違い、そんなこともですね、まあ、皆さんにお届けしていきます。もともとタイに日本語を勉強したとき、勉強すれば勉強するほど日本のことはもっと興味あって、で結局最後日本で働くことになってから、タカさんと知り合って、タカさんも日本人ですけどタイのことが大好きで、私も日本タイ人ですけど日本のことが好きなんで、だから知り合って誘われたんですよ。で私たちすごいじゃん、この番組立ち上がったら、なんかいい情報のみんなスタイルだなと思ってからこの番組作りました。はい、僕も同じですけど、僕も2006年からタイに住んでいて、タイ語を少し勉強して、タイ人めちゃくちゃ優しいんですよね。本当いろんなこと勉強しました。今日本に帰ってきて日本にいますけど、タイの人たちに日本の情報を届けながら、日本の情報だけじゃなくてタイと日本をですね、つなぐ友好の架け橋になりたいっていうことでこのチャンネルを始めました。ぜひ、タイ好きの日本人、日本好きのタイ人がいればですね、ぜひこれからも応援してほしいなと思います。これからやっぱタイランド
を作っていきたいと思ってます。今やっぱジャパンというチャンネルですけど、やっぱタイランド、タイを中心に日本人にタイのことをお届けする番組っていうのも、まあプンちゃんタイ人ですからね、こんなこともやっていきたいというふうに思っています。それとそれとジャパンエキスポインタイランドであったりとか、タイの YouTuber さんですねとタイ語で絡んでいく、そんなのも例えば日本語に訳して日本の人たちにお届けする、こんなこともやっていきたいなって本気で思ってます。はい、この自己紹介に関してですけども、実はタイ語バージョンもあります。このタイ語バージョンは概要欄の方に貼ってありますので、これ 100% タイ語なんですけど、タイに興味がある中級上級者の方ぜひ見てください。แนะนำยับปัจเจแปนของเรานะคะมีภาษาไทยด้วยนะคะเราจะติดลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆไปกดดูได้นะคะはい、今日はやっぱジャパンの自己紹介についてお伝えしてきましたけども、いかがでしたでしょうか。か、はい、やっぱジャパンでは他にもタイと日本のですね関係する動画を上げていますので、ぜひ他の動画も見てくださいね。それではチャンネル登録とそして高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。週刊クリップカンナーナカサワディーカー、バイバーイ。やっぱジャパン。